たける心を殺すことある。嬉しかった同じおもちゃ別々に遊んだ経験値稼ぎレベル上げる毎日無理しかできない必殺技持ってきたってもまだ よろしいですか。あ、ちょ、あそこのベンチをちょっと確保してますね。あ、なるほど、なるほど。いいですか。あ、全然。はじめまして、すみません、よろしくお願いします。お時間取っていただき、ありがとうございます。とんでもないです。前、浅見ゆまさんに来てもらって。あ、そうなんですね。それでなんか、あ、いつかちょっと葵さんとかもお願いしたいなって、あの世代なんで、割と。34歳なんで。世代ですね。はい。で、それで、ちょっとふんわり思ってて、まあちょっと、お声掛けさせていただいたっていう、もう本当ただただそれだけなんですけど。あ、すみません、ありがとうございます。葵さんって今はどんな活動ですか、最近は。最近は、でも子育てばっかりですね。あ、そうですか、子育て。まあ、芸能やめたわけじゃないんですけど、もちろん。YouTube とかもされてますね、ご自身ね。YouTube が主かなと思います。海外に向けて活動をしてたので、まあ、コロナ禍で全部キャンセルになって。あ、そっか。だって中国でめちゃくちゃ人気あるっていう。なんかニュースになってますよね。そうですね。何でしたっけ、1500万人とか、なんかそんななんか。今1990万人。ウェイボーっていう、あの中国のツイッターみたいなやつですかね。ツイッター、うん、そうですね。あおいさんは出身どっちだろう。出身は一応東京になってます。あ、東京の、あ、何行くとか何しは言わない方がいいですか。まあ、東京なんですけど、そのプロフィール上、はい、実際神奈川県出身です。あ、そうなんですか。あるんですか。あ、そうか、そうか。まあ、いろいろデビューの時に、見バレみたいな、あ、そうか、やっぱアダルトなので、うんうん、見バレみたいなことで、嘘のプロフィールがいっぱいあります。あ、そうなんですか。神奈川で生まれ育ってそうです、ね、何人兄弟。5人兄弟です。5人もいるか。5人いるんです、4番目です。5人、どんな構成ですか。お姉ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、私、妹で、2歳ずつ離れてるので、一番上は6個しか離れてなくて、下は2個です。あ、そうなんですね。そうですね。家中、賑やかな感じですか。賑やかでしたね。お父さん、何のお仕事ですか。お父さん、自営でやってました。すごいですね、5人育てるって。すごいですよね。だからまあもちろんすごい裕福なわけでもなかったですし。あ、でもそんなものすごい、すごい貧乏っていう感じでもなかったですね。でもなんかこう大人になってお父さんの収入聞いた時にめちゃくちゃもらってんじゃんっていうのと思いました。でも貧乏だと思って育ってました。貧乏っていうかお金がある家だとは思ってないです。節約したんです。いやまあでも5人いますからねっていう感じ。どんなキャラですか。まあでもおてんばっていう感じですよ。ああ、じゃあその、責任的なイメージ、今のイメージとはそんなこと変わらない。変わらないですか。さっぱりの人でしたね。なんかぶりっ子とかすごい嫌いで、男の子と遊ぶ方が多かったみたいな感じですかね。そういう、男の子とばっか遊んでる女子ってなんかちょっと女子の標的だったりしないですか。まあでも、小学生の頃とかは、その、学校以外では友達と遊ばないとか。なんか、まあ、習い事してたっていうのとかもあるけど、はあ、でもあんまりこう友達と外で遊ぶみたいな感じじゃなくて、もうすごい家が好きでした。家でテレビ見ることが好きです。テレビが好きなんですか。テレビ好きでした。何に一番興味あるんですか。でもバラエティかな。本当に小さい頃早く寝なさいって言って見てたのが、皆さんのおかげですみたいな、ちびのりだとか、わーってかわいいとかかっこいいとか面白いと思って見てました。へー、いつやったんですか。子供の頃夢があるの。夢でもなんか看護師さんとか保育士さんとか、そのスッチーとかそういう感じでは思ってましたけど、別にそこに向かって
頑張ろうみたいな、絶対なろうみたいな気持ちではなかった。なんかとりあえず言っとけば、ここら辺言っとけばいいかなみたいなぐらいで言ってたのを覚えてます。ちなみに中学高校とかはどんな感じ、ヤンキーとかスポーツ少女とかだったんですか？中学生の時にずっとメガネっ子だったんですけど、目が悪くてコンタクトもせずにずっとメガネで過ごしてて、で、あの私立矯正とかもしてたから、なんかすごくね地味な子だったと思います。まあでも性格は明るいですけどね、そのすごい窓際みたいな感じでもなかったんですけど、でもなんかすごいギャルでもないし、でも明るいグループにはいました。あ、イケてるグループの中にいる個性の人。まあまあでもそうですね、イケてるグループ、うん、わかんないですけど、うん、そういった業界に入るまでは、でもそんな最初からそれだと思ったんですか？まあもちろんそうですね、まあスカウトで入ったんですけど、うん、その時何歳？その時が10、20、スカウトされたのは20歳か、それまでは19歳とかかな、うん、まあそれまでは学生やってました、保育士になるための短大行ってました。本当に思い描いた通り、それになるような感じ。なんか高校3年生の時に、まあ普通にパートでもやって、そのアルバイトでもやって、好きな人と結婚できればいいなぐらいのことしか思ってなくて、その当時は高校生の時に、まあでもなんとなくみんな大学行くし、私もなんかどっか行こっかなみたいなことで、自分の興味あることってまあ子供好きだしみたいなぐらいで行ったって感じです。なんか別に夢があったからっていう感じでもなく、まあまあ子供好きだしなぐらいの感じだったっていう感じ。それに向けて学校やってる中、どこですかってなる？渋谷のスクランブル交差点を渡ったところから、今だとツタヤの前あたりで声かけられて、スカウトマンさんに。その時はでも最初からそういった、いや最初は芸能界興味ありませんかで、でもちろんその人はスカウトマンなので、自分の事務所もあったりとかして、で他の事務所にも紹介したりとか、そういうような人だったんですよ。で、まあ、最初はその人のところでグラビアをやらないかみたいなことだったんですよ。それは、やってみようかな。そうですね、一回やってみようかなみたいな感じで、その当時付き合ってた彼氏に相談したら、いやそんなエロ本なんか出るなみたいな感じで言われて。あ、どうしたの？エロ本に出ると言われたの？いや、まあでも今その、デビューした後にその雑誌もその時は知らなかったんですけど、だからまあ彼氏が言うんだったらエロ本なんだなみたいなぐらいの認識だったんですけど、結構まあ裸の女性も出てるよっていうぐらいの綺麗なグラビアでした、その時は。その当時は知らなかったけど、その後後々こう自分がグラビアをやった時にその雑誌を見てた時もあったんですけど、めちゃくちゃ綺麗だなって思ったぐらいのやつでしたけどね。そんなエグい感じの雑誌ではなかったけど、まあその時にエロ本に出るなみたいなって、あ、わかりました、そっかエロ本だもんなみたいな感じで一回断ったんです。あ、断ったんですか？一回ね、彼氏のためというか。そうですね、でその彼と別れて、あ、やっぱなんかちょっと心残りだなみたいな、でやっぱ芸能界っていうものに少し興味があったので、まあ、ちょっとやってみたいなっていう思った時に、最近どうしてんのってまたその スカウトマンさんにから連絡が来て、いや実はこうでって別れて、やっぱちょっとやってみたいなって思ってますみたいなことを言って、だ本当その時に、まあ、もう裸覚悟でみたいな。まあ、別に裸をやりたいと言ってないですよ、裸覚悟で頑張って芸能界でやってみたいですみたいなぐらい。ああ認識、そう、そしたら今の事務所に紹介されて AV を話を聞いたっていう感じです。私裸覚悟って言ったけどAV やるところまで行ったんだみたいな感じ。だって分かんないけど、グラビア的にはどうだったんですか？ゆうかさんとかですか？分かんないけど、あ、まあでもそういう感じですね。なんかああいう人たち
同じような職業になるのかなみたいな。みたいな感じではありましたけどね。イメージが。イメージ。でもそういう事務所に紹介された時に、でも断ることもできる。あ、もちろん、はい。それに関しては意外とそんななんか抵抗はなかったですか？いや、もちろん抵抗というか、でも話を聞いててなんか楽しそうだなってやっぱ思ったんですよね。で、まあ一番の後押しがその、まあ、グラビアだけだと食べていけないと思うんです。確かにそうだなみたいな、そのギャラの話とかもされて、まあ活動する上でその親元から自立したいしとかっていうのもあって、でもなんかこう騙されてやるっていう感覚もこの事務所はないなと思ったから、まあちょっとここで頑張ってみたいなって思うぐらいの話をされたんです。そのカウトしたことテクニックは優しいね。でもその結果、そのうちの事務所に来た時にはもうスカウトマンさんと話すわけではなく、そう、事務所の人も今はもう社長でやってくれてる人がこう話をしてくれて、すごい誠実だし、うん、なんかこうこう陰なイメージじゃなくて、なんかすごい明るい世界かもしれないみたいな感じはありました。ただやっぱね、親兄弟とかも親戚もたくさんいるしとかいうことを考えると、私のせいで傷つく人はいっぱい出てくるかなみたいなことはすごく考えました。相談してるんですか？相談せずに、まあ相談したら絶対アウトじゃないですか。そのっていうのは分かってたんで相談せずに。あ、へえ。じゃあその家族全員にしれっとこう、そうか、その時の気持ちとしては、あれですか、それを一生続けるというか、そのだいぶ10年、20年やる仕事だと思ってなかった。ああ、まあそうですね、まあそれは足がかりにって言ったらあれですけど、まあそれで有名になったもん勝ちみたいな。でも逆に有名にならなかったらやってる意味ないなみたいな気持ちでした。だから絶対一番取って有名になるし、あの裸の仕事じゃないところまで行けるような頭で言いました。ちなみにそういうなんか野心家的な、なんか考えてるのはいつくらいかなったんですか？その中学小学校ぐらいの話だったらそんな感じでもないじゃないですか。まあでもうちの親、まあ、にバレた時に、いや、あなたはやろうと思ったことは最後までやり通す子だからねみたいなことを言われたんですよ。なんかもう親はそういう風にして見てくれてたなと思いますけど、報告はしないけど、有名になって思いを言わさずぐらいの気持ちでも最初から取り組んでるんですか？そうですね。でも今振り返ると本当漠然としてて、そうじゃなかったらどうなってたんだろうって思います。そうですね。もう有名になってよかったなって思いますし。ちなみにスタートマンの方から事務所紹介されて、デビューまでどんぐらいの期間なんですか？でも事務所に来て2ヶ月後には撮影して、3ヶ月後かな、今撮影して、でそれまた3ヶ月後に作品が出るとかだったので、半年後にはもうデビューしてました。学校はやめる、学校はちょうど卒業だったんです。の年に、だ3月で卒業で4月に撮影してみたいな、そんな感じです。なるほど。で、じゃあ7月にデビューしてるみたいな。そうです。最初緊張しました、その撮影で。まあもう後戻りできないなみたいなぐらいはありましたけど、でもそんなに、まあ普通にすればいいかなとか。っていう感じでしょ。ちなみにそのなんかその人前で何かするみたいなことはそれまではあったんですけど、まあもちろん全然ことが違いますけど、分かんないけど、そのなんか友達とかでバンドやってなんかライブ出たんですか？ああ、ないですないです。そういう表に出る仕事としてはもうそれが初めてです。昔からそういう度胸はあるんですか？なんか、まあでも親に言われたみたいに決めたことはやるぐらいですかね。
東京って考えたことはないですけどね。特にその、まあ、めちゃくちゃ緊張したとかそういうことはない？それはないですね。へえ、一番最初でも。まあ、全然テレビに一番最初に出た時の方が緊張したっていう。そう。まあ言っても密室っちゃ密室じゃないですか。カメラもね1台だしとか、人もそんなに多いわけでもないから、別にそのアダルトの現場ってなんか緊張するような現場ではないというか、でもなんかこうバラエティとかの方が言葉を求められたりとか、なんかこうしなきゃいけないとか、その瞬発力が大事とか、そういうことの方が緊張します、全然。へえ、そうなんですね。青いスラップの名前は誰だったんですか？自分で。まあマネージャーと一緒に、最初はもう葵だけで、なんかこう優香さんみたいに優香みたいな感じで葵でやっていこうかなみたいな話から、まあでもやっぱ名前だけだとあれだよねみたいなことで、まあ、空がついたっていう感じです。めちゃキャッチーな名前ですよね。なんかもうふざけた名前だなって最初思いましたけどね。いやなんか一回聞いたら忘れないっていうか、高校生ぐらいか、もしくは大学生ぐらいから友達たちが騒ぎ出して、多分そうですよね。可愛い人が出てきたんでしょ。それ聞きどこましたね、その名前とか。でもなんかその年 の、 そのデビューして 2,3 年後ぐらいに、その検索ランキングに女性で2位とかになったんですよ。でもそれってパッて見た名前が覚えやすいから、家に帰って調べてみようって名前がパッて出てくるんだなみたいな感じでちょっと思ったんですよ。なんか覚えやすい名前っていう感じは思いましたけど、さっき言った青井優さんとかのなんか乗っかりとかってないですか？ないですね。でも青井っていうのをその下の名前で考えてたわけですよ、最初は。でもその青井優ちゃんの葵があって、あ、苗字でもいけるんだっていうことで、あ、葵ちゃんはヒントにはなってます。ヒントにはなってます。デビュー作から、爆売れですか？いや、どうなんだ、まあ、そう、どうなんだろう、まあ、でもデビュー作からのデビュー作のその発売前にこういう新人出ますみたいなところからは話題にはしてもらったっていう感じだと私は思ったんですけど、そうそう、まあ、詳しくないんですけど、業界の中でこう大手じゃないとありますよね。まあそうですね。そう考えたらうちの事務所大手なのかなっていう感じですか。まだ本当に VHS の頃だったので。そう、本当レンタルビデオって本当にビデオ屋でビデオを貸してた当時ですね、2002年は。で途中から DVD みたいなものがDVD っていうものが出て、でそっちの特典映像とかで出してる感じですもんね。売れたなみたいな感覚っていつぐらいから来ますか？売れたって、私ちょっと有名になっちゃってるよ。有名になったなと思ったのがめちゃイケに出た時かな、の時にやべっち寿司に出させてもらったことがあって、その時に気づかれる率がすごく多くなったというか、その後に一般の人に、そう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 、だからそれでちょっと調子乗りました。それの張りが何年ぐらい？でも3年とか4年ぐらいだった気がします。ちなみにその3年間なんてどんなスパンで作品に似てるの？でもレンタルの専属契約は月1なので、そうなんですか、月1本そのメーカーから出ていくっていう感じです。それは3年間やってて、今でこそちょっと、ね、女の子の憧れの存在みたいな職業でもありつつあるけど、なんか、ね、そうなの？なんかそうなの？なんか、まあ、ね、キラキラしてるように見えますからね。キラキラな子もいっぱいいるしね。その一つ目じゃないですか。あ、青いセラさん、マスカッツはね、やっぱ一般に受け入れられた感じはすごくありますけどね。そこからその今のなんか文化のなんかスタートされた感じですよね。まあでもそれはあるかもしれないです。あ、そうそう、
スタートは何年ですか？あれは2008年ぐらいだった気がするんだよな。マスカッツができたのが確か、だから6年か。同期みたいな人っているんですか？同期って感覚はないのか？同期はだいたいその名前で言ってわかるかなと思うのは本当にあの及川奈緒さんとか奈緒ちゃんとかはでも全然先輩です。そうですね、うん、なんか及川奈緒さん出張みたいな時代のあったんですか？マスカッツ。そうですね、マスカッツはそうですね。でも奈緒ちゃんはもう本当に反対も企画も全然全部なんかこなしててすごい女優さんだなみたいな感じはすごく思ってます。だから何でもこなせるからすごいなって思って、本当マルチって感じ、 NG なしみたいな。あんな人気あるのに。そうまあ、だから人気だったのかもしれないですけどね。意外にこんなことやってくれんのって、そういう感じ。みんなこと苦手があるから。そうですね、NG とかありましたからね、私もね。共演 NG ですからね、私。共演は NG でしょうからね。共演 NG？ あの他の女優さんと共演しないっていう。あ、それはなんかあるんですか、考え。まあ、単純にあのしなくてもいいかなぐらいの感じ。へぇ、マスカットはどんな風に呼ばれたんですか？まあ、メーカーが作ってたのでお金出してたので、まあそれで声かけられてっていう感じですかね。え、やりたいやりますみたいな、バラエティイエーみたいな、おぎやはぎさんみたいな、めちゃくちゃメジャーじゃんっていう感じで行ったら大変だったっていう話です。でもその時のモチベーションもずっとそこで終わらせるつもりじゃないですね。有名になるのが目的は変わってないですね。まあそうですね、はい。まあ私が一番芸歴が長くて先輩だったからっていう理由で私やりますって言っただけです。立候補でした。なんか勝手に私がリーダーって言ってた感じです。だスタッフさんも別にそれでいいよねみたいなぐらいで。なるほどね。立候補したんです。今まででないんじゃないですかね。いいそうですね、今6代目、5代目でやってるのかな。いないと思います。どういうとこが大変でしたか？もちろんいろいろ大変だと思うんですけど。まあでもアダルトの業界って横のつながりがダメだって言われてたので、本当連絡先を交換するとかもう絶対ダメだしみたいな感じだったので、バラエティやるのでやるのにはなんかそういうのを取っ払っていかないと面白い団体にはなれないっていう気持ちで、まあ、とりあえず決起集会みたいなことでスタッフも交えて、とりあえず女の子たちと一緒にみんなでご飯食べたいですみたいなことを言ったりとかから始まりました。なるほどね。それやってなんていうか、ね、笑いを求められるから、滑ったら落ち込むんですか？もちろん。もちろん滑ったら落ち込みますし、あの、まあ、もちろんカットしてくれたりとか、でもなんか滑ることが可愛いとかそう言われてもわけわかんないとかって思ってても、その放送されたやつを見ると、あ、私めちゃくちゃ可愛く映ってるみたいな。でそれってそのキラキラした可愛さじゃなくて、なんかこう、そうバラエティーの中でその滑った時に恥ずかしそうにしてる顔みたいなところ、例えばね、なんかそういうのとか見て、あ、バラエティってこういうもんだなとか、その編集に愛があるなとかすごい思いました。そうですね、今まですっごい格好つけていましたけど、だからもう私リーダーみたいな感じでやってましたけど、やっぱあのポンコツだみたいな感じで言われるのとかも最初は悔しかったですけど、あ、これがいいんだみたいな感じを思えるようにはなりましたけど。そうですね、なんかあれですよ、最初編成のバラとかあってリーダーになくなりますか？そうですね、2年、まあリーダー2年生みたいなことを言われてますけど、まあ一回あの番組が終わって新しく始まってっていう段階で一回リーダー、一回っていうか、まあリーダーを卒業っていう感じでした。どんな気持ちですか？寂しい。まあその頃ちょっといろいろあって
って、その番組が終わるっていうのに新しく始まったことを知らされてないとか、まあ、実際そういうことがあったんですけど、それ辛いですね。めちゃくちゃ辛かったです。え、どういうことっていう、まあちょっと、まあちょっと本当ね、話せない部分がいっぱいあるんですけど、まあそれで一回半年ぐらいこう、あの復帰できなくて、懐かしいなって思う。喧嘩とかしたんですか？まあ、いや、女優さんとか、まあ、メンバー同士での喧嘩はないですね。もうマジで本当に超仲良かったです。どっちかというとその番組制作サイドとか、あ、その制作サイドとちょっとね、燃えました。そろそろじゃあマッコイさんとかとか燃えたりしてるんですか？分からない。まあ、マッコイさんは、マッコイさんはすごく守ってくれた方ですね。だからその葵を戻したいって言って戻そうと努力していただいて、私を戻れたっていう感じだったので。そうなんですね。うん、ちょっといろいろありました。じゃあ卒業公演はどうだったんですか？最後のそのライブとかやりましたね。卒業公演、浦安の舞浜の最後、そこでやりましたね。あの 2days で。バッドアドローはどうやってますか？まあ、その当時はもちろん頑張ってましたけど、今も踊りたくないです。歌も歌いたくないし、踊りもしたくない。そういうとか、その思考があったんですか？まあ、そうですね。うん、歌はやっぱ挑戦してみましたけど、何度か、まあちょっと歌はもういいかなみたいな感じです。中国進出したんですか？はい。それどんなきっかけなんですか？それはでも最初ツイッターがきっかけだったんですけど、まあ、ツイッターに中国の方からなんかすごいメンションもらって、でもよくよく見たら、あ、聞いたら、中国では自由にできないと、ツイッターが。で、その自由にできない意味が分かってなかったんですけど、じゃあ自由にできる中国のなんかツイッターみたいなやつをやりたいですって事務所に言ったら、なんかそれで見つけてきたのがウェイボーで、でウェイボーをやったらなんかフォロワーがバーっていきなりすごいことになっちゃって、え、私中国でこんなに有名なのって思ったのが、それが本当にきっかけです。だからちょくちょく中国の方からツイッターで DM みたいなのが来るなっていうのが感覚としてあったんですか？あとツイッターを真面目にやろうと思って1週間ぐらいで、私のなんかそのアカウントがその中国の人に知られて、それがリツイートリツイートみたいな感じで本当バズったって感じです。へー。で、あ、こんなに中国の人いるんだみたいなぐらいです。私は中国からウェイブをやってみようって。それどのぐらいの数ですか？始めたらすぐ人口が上がってまず10倍ぐらいです。まあそうですね。でも本当当時は半年かけて10万人ぐらいやって、8万人ぐらいかなになったんです、ツイッターが。でもほぼ中国の方みたいな感じだったんですけど、それをもう本当に2時間ぐらいで、まあ、パッて越したみたいなことで話題になって、あっという間に十何万人みたいな感じになって、気づいたら100万人200万人超えてみたいな感じでした。で、その背景としてはあれなんですか？中国で葵さんの創出見れるようになったのか。まあインターネットの普及ですよね。もちろん海賊版もいっぱいあるし、なるほどっていうことだったと思います。ただそういうネットでこうコミュニケーションが取れるぞみたいなことをいち早くやったっていうことみたいです。へえ。何年ぐらいですか？2010年とかです。てかもう芸能界でもあんまりやってなかったです、ツイッターっていうものを。あんまりっていう感じです。だから普通に10万人越したみたいなことで普通にランキングに乗るぐらいの感じでしたね。速さもあって、そうだと思います。だからコミュニケーション取れるぞみたいな感じで盛り上がってくれたって感じです。で、中国ではどんなことなんですか？中国語喋られてる。そうですね、中国に、まあ、こんだけファンがいてちょっと中国で頑張りたいなっていうことがあって、中国に5年間、半分住んでたって感じなんですよ。北京でお家があって、そこにあの年
間の半分ぐらいそこで行き来して生活をしてました。二重生活してました。はい、スタッフとミーティングとかを中国語でやったりとか、そういうことで中国語を覚えたって感じです。あ、でもだんだん中国の経歴、うん、新しいのか、いや、中国はその禁止なので、だからもっと裏で回ってるやつ、海賊版です。だから、うん、じゃあ農家の、そうですね、でも正規ではもう見れないです。へぇー。でもすごい現象ですね。僕たちは無料であなたの作品を見てるから、そんなのダメだからお金を送りたいみたいなこととかで、その講座を教えてくださいみたいな感じで言われたこともあって、でそれがまたリツイートされちゃって、すごいなんかこうお金を送る運動みたいな感じになっちゃって、もう本当それ詐欺とかになっちゃうから、もう本当私お金とか大丈夫なんでみたいな感じで、否定をしたらまたそれがいい人だみたいな感じになっちゃって、なんか相乗効果みたいになっちゃったっていう。でも何やってもうまくいったんですか。そんな感じはしました。肌でもう少しで2000万いくかなっていうところで今ずっと停滞してるって感じです。中国と言うと、日本だとなんかその SNS のフォロワーって大体どの YouTube だろうか Instagram だろうか Twitter だろうか、大体なんか1000万付近でね、パタパタするみたいなのがなんかマックスだって言われてるらしいんですよ。中国とかって普通に多くの人もいるんですか。あ、います、います。だって2億フォロワーとかの人いるんじゃないですかね、うん、一番トップは。すごいですよね、2億だと思います。多分世界のツイッターのとかインスタとかの1位の人とかよりも います。でも2000万ちょっと言ったら余裕で上位集なんですよね。いや、そんなことないんじゃないですかね。あ、そうですか。だから日本で10分の1って考えると、まあ、200万人ぐらいの感じです。だからまあいるじゃないですか。まあすごいですけど、うん、でもいっぱいいるじゃないですか、っていうぐらいの感じ。だから2000万ってそんなに、うん、そんなにと思ってます、ね。ちなみにどのタイミングぐらいでそのお家族とかに普通に話せるか話せるか。ああ、いつぐらいだろうな。でもやっぱテレビに出始めても、そのうちの親がマスカッツ見てるよって言われるのがすごく恥ずかしかったし、あんまりこう仕事の話はしないですけどね。でもなんかこうちょっとなんだっけな、じゃあ世界で影響のある日本人100みたいなやつに何年か前に出たんですけど、そういうのとかちょっと親にも自慢しました。ここまで聞けたもん。そうですね、なんかそういうのだったらなんか認めてくれるかなみたいな。認めないとか全然ないんですけど、うちの親は。あ、特になんか見つかったから止められるって話になる。まあそうですね、っていう感じです。見つかってる頃にはもうめちゃくちゃ売れてる。いや、そんなことないです。まだデビュー前だったりとかしたかな、2、3本出てたかなぐらいか。まだデビュー前にちょっといろいろあって、友達にバラされて。え？そう、友達にバラされて、もう友達って呼んでないですけど、友達と知り合いにバラされて、でそこからまあちょっと修羅場まで行かないですけど、まあ、そこでちゃんと話をして、実はこういう仕事してますって。最初は本当グラビアっていうもので嘘ついてたんですけど、まあ嘘ギリギリのところで、まあ、グラビアはグラビアなんでみたいな。でまあ裸やってるっていうことと、まあ、AV やってるっていうこともちゃんと言って、まあでもここで終わろうと思ってないし、ちゃんとこうお金しか興味がなくてやってないっていうこととか、なんかそういう騙されてはないしとか、まあ、一応自分のやりたいことをとかに進んでやってますっていう、自分の意思でやってますっていうことをしっかり話をして、納得していただいて、まあ納得してって感じですか。そして、どれぐらいの付き合いだったっけ。
まあでも親も知ってるぐらいの感じだったので、小学生時代にやってた習い事、同じ習い事をやっててみたいな。でもだからもう本当にその相談じゃなくて、普通に今こういうことやってて今度デビューするんだみたいなことを打ち明けたら、急に激怒して、そんなやめろってなって、でやめないんだったら親に言うぞみたいな感じで、勝手にすればって言ったら本当に親に言ってたっていう。まあ正義感っちゃ正義感ですけど、勝手な思い込みっていうか、まあそうですね、お前が言うなっていう気持ちです、こっちは。ちゃんと段階を踏まないと、もうびっくりしたんですかね。いや、びっくりじゃないですか。でまだちょっとそのデビューしてこういう状況でみたいな、ちょっとあの売れてますじゃないですけど、うん、頑張ってます、活躍してますみたいなところがちょっと見せられれば、ちょっと納得材料になるかなって思って、いずれ言おうと思ってたところがデビュー前に言われたんで、もう大変でした。デビュー前が一番つまらないですよ。いや本当に、でも作品自体も3本4本撮ってますからね、その時点では。あ、4出る前で一番嫌だったんです。いや、そう、本当後戻りできない時です。俺は激励してなんか調子だって言われてても困りますよね。そうですね、まあでもなんて言おうかなみたいな感じで実家帰りましたけど、でもまあ話聞いてもらって、別にもちろん怒ることもなく、まあその決めたことはやる子だしっていう、その仕事としては賛成はできないけど応援はするよっていう話をされました。いやーすごいですよね、すごいなと思いました。芸能的なことに何のあれもないですよね、つながりというか。まあ、まあでもやっぱ飯島愛さんがいたっていうところはやっぱ自分の目標ではあったというか、アダルトの業界から芸能界に行った方だったので、第二のじゃないですけど、になりたいっていう気持ちはやっぱそこのは目標、その道はあると思ってました。飯島愛さんなんですね。はい、飯島愛さんでした。やっぱり面白かったですね、飯島愛さん。いやだからまあ自分がこうやそう活動する中で、絶対飯島愛さんにはなれないやっていう気持ちにはなりましたけど、でも道があるっていう気持ちにさせてくれたのは本当に彼女がいたからっていう感じです。なるほど、偉大ですね。そこいや、めちゃくちゃ偉大だなと思う。お会いしたかったなっていう気持ちはすごくあります。本当に、うん、だって普通にゴールデンのバンバンですね。いやもう本当にすごいです。やっぱ絶対越せないなと思います。あとね、本当に越せない人になっちゃったなっていう感じになりました。本当に、うん、ちなみにそうなんですか、やっててやめたくなかったことはないんですか。そういう感じで、なんか強い意志だな、なんかそうですね。まあアダルトをずっと続ける意味はないなとは思ってましたけど、まあ、芸能自体その表に出るっていうことを引退する必要もないかなっていう感じですかね。仕事があるならやりますし、ないなら忘れられるだけだしみたいなぐらいって思ってた感じですかね。ご結婚はどのタイミングぐらいですか。結婚は3年前かなにしたんですけど、まあでも年齢的にも35、6の時だったので、あの付き合いしたのが36、7までには結婚して子供欲しいなぐらいの感じだったので、もう35超えたらもういいでしょっていう気持ちで、そのまあもちろんその人気商売なわけじゃないですか。だからでやっぱ男の人を相手にした、職業だったので、やっぱ結婚とか、まあ、彼氏とかもそうですけど、やっぱそういうイメージダウンになってしまうのでって思ってましたけど、35を超えた時点でいやもういいでしょっていう気持ちになったって感じです。じゃあ引退宣言みたいなのはしてないけど、まあ、作品に出るってことはなさってないっていう感じ。
まあそうですね、引退、そうね、引退はしてないですね。でももう作品は出ないですかね。その作品が出なくなってからもう10年経つんですけど、でまあ活動してた時って8年とかで、活動その AV やってる時より引退してからの方が長いんだ、そう撮らなくなってたからの方が長いんだなっていうのも思ったりします。最低マジマジね、すごいなって、まあ、それでもちゃんと青い空っていう名前がつながってて、あのまだ活動できてんだなと思って、すごいなと思ったりします。双子です。双子の男の子です。めちゃくちゃ大変です。本当に本当に目離せないです。今2歳半ですね。2歳半。ちなみに考えたりしますか、大きくなった時どっかで高くなって、あれだって、まあ、あるでしょうねっていうぐらい。これだって先輩だってどうしてるんですか。ちょっと聞いてみたい。私もともとそのアダルト出演してて子供が大きくなってっていう、その子供と話をしてみたいなとか思ったりしますよね。どういうタイミングで見つけてとか、どう思ったとか、うん、そういうのを、ね、知りたいなっていう気持ちあります。シミュレーションとかしますか。なんか言われたらその時考えようかなみたいな、別に自分からお母さんこういうことやっててねみたいなことは別にいいかなって、多分勝手に見つけるだろうしとか、双子だしね、なんか兄弟間でなんか言い合ったりするのかなとか、なんか相談じゃないですけど、いやこういうの見つけたんだけどみたいな感じになるのかなとか、それはそれでちょっといつ訪れるかなみたいな、まあそれはもうなんかもう思春期っていつ来るのかなって思ってるぐらいな感じです。まあでも海外でやっぱりあのファンの方多いので、まあ、海外に向けて発信していきたいなっていう気持ちはあります。インドネシアのファンとかすごく多いので、本当にアジアをメインで、あとタイとか、はい、双子を育てながら海外に行くってめちゃくちゃ大変なんですか。まあね、離れても3泊4日ぐらいかなと思いますけどね、はい、まあでも行って帰ってくるぐらいだったら大丈夫かなぐらいの感じです。協力してくれて、うん、そうですね。ありがとうございました。ステッカーもありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。気まぐれのさよならをいつでもなかったことにできるよ、生きてさえいればいい、自殺なんてないのさ、誰が君を殺した。